意図していた用途とは若干違いますが、うん、お菓子です。あ、皆さんでどうぞ。うわ、いいな、なんか小さな女の子とフィグちゃんのこの組み合わせいいな。はい、皆さんこんにちは。前回の、ま、カブラギがもうめちゃくちゃいいキャラすぎて再登場を心の底から願っている達也です。ということで、今日はまた続きがやりたいなと思うんですけど、まあ一旦はちょっとセーフハウスに戻ろうかな。よし、皆さんお疲れ様でした。いや本当にお疲れ。クズの葉満月本人とは会いませんでしたが、うん、意義のある探索だったと思います。まあ収穫は多かったよね。アローの写真が大量に貼られているのを見たときはちょっと引いちまったけどな。サイズを引いてるんじゃねえよ、いろんな愛の形がある。とりあえず食事にしようよ。ああ、みんなろくに食べてなかったでしょ。いいね、前回のね食事会ミレディいなかったからな。私たちの方で用意をしましたので、どうぞ。マジで、どんな料理。すげえ相撲部屋かよ。すげえ数のピザだな、山盛りじゃん。いや腹ペコだったしいいんだけどよ。え、食べきれるこれ。まあでもリンゴとかフィグとかあんなにスタイルいいのにめちゃくちゃご飯食うとかいうパターンあるな。何人前あるのかしらこれ。え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15枚ぐらいやって 1つで2人分とかかったら30人前くらいあるんじゃないの。たくさんピザが並んでるとなんだかワクワクしてこない。いやワクワクはするけど、一応おもてなしをするのですから、テーブルが寂しいのも良くないかと思いまして。あ、心遣いは嬉しいんだけどね、ピザ以外でその寂しさを埋めてほしかったな。私脂っこいの苦手なのよね。だってよ。文句言わないの、大人なんだから。うん、はいはい、みんな席について、始めるよ。始まってなかったの、なんかもう食べきってない、それ食べきれない。あれ、アロは。あ、確かにない。どこかに行っているのでしょうか。うん、私探してくる。お、別によくねえか。小学生の給食じゃないんだからさ。みんなで手合わせていただきますってね、懐かしい。いろいろあんだろうよ、あいつもさ。うん、探してくる。これはチームを束ねるリーダーとしての誤見に関わる問題だから。もうやっぱリーダーと思ってるんだな。やばい、リーダーだろうけど。あなたがリーダーだったの。ま、私じゃなければ誰でもいいけど。いいんかい。ピザちゃんと残しておいてね。なんか急にほのぼのとし始めたな。気をつけてね、リンゴ。うん、あー面白い。で、アローはちょっと黄昏てんのかな、やっぱり。いや、アローくん。お、いらっしゃい。ヒューズ。どうも、マスター。うん。2本ちょうだい。2本あー。カブラギの分かな。カブラギくんは？わ。今日は一緒じゃないのかい？ヒューズ、マスター。ああ。まあ。うわ。二人で飲んでたんだもんな、いつも。今のマスターのごゆっくりの言い方察したかな。勝負は俺の勝ちだったけど、うわ、今日はいい、おごらせてくれ。アロー。うわー、なんか、え、本当に飲んでいいのこれ。めっちゃいいな。え、ちょ、ありがとう。それじゃ遠慮なく。あー飲んじゃった。あー、すげー豪快だな。あ、ん、どうしたの。どうしたの。え、あ、いや、なんでもない。リンゴなりの気遣いなんだろうね。やっぱり一緒に飲んだ方が楽しいよ。うわ、なんかちょっとエモ。余計な会話がないのがエモいな。いいな、何も言わず隣でお酒を飲んでくれる人がいるっていう。あー、もう真っ赤。酒弱。アロー、ありがとな、リンゴ。うん、
どうしてあなたがお礼を言うの？急に吹き出したりしてさ。あんたのおかげで安い自己憐憫に浸らずに済んだ。自己憐憫。そう、ならよかった。いやー、ほんとなんか大人なゲームだよね、このゲーム。うん。ペルソナみたいなジブナイル系も楽しいけど。マスター、ごちそうさま。感情置いとくね。うん。あ、ちょっと待ってよ。私、アローのこと迎えに来たんだってば。置いてくな。わー、なんかいいな。そしてこの BGM。口数は少ないけど、なんかこう、今のでアローとリンゴのなんか絆が深まった気がするな。じゃあちょっとセーフハウス行きますか。さてと、うん、ちょっと現状を整理しておこうか。そうだね。お願いします、リンゴ。私たちは最後のコベナント所持者、うん、クズノハ満月の存在を確認するため中央地区放棄路線に向かった、うん、だけどそこに満月の姿はなく、代わりに隠し撮りしたアローの写真とこの日記を見つけた。ちょっと今気づいたけど、ちゃんと隠し撮りしたアローの写真の時になんかちょっと笑ってるの、表情細かくていいな。アロー、あの写真について心当たりないんだよな。ないでしょう、全部隠し撮りっぽいもん。私たちに残された満月の手がかりはこの日記のみ、うん、だけどこの日記はヤタガラスの不調で書かれているため読むことはできないと来た。そうだね。アロ、日記を解読できる人に心当たりがあるとのことでしたが、ヤタガラスにいるんでしょ。もう連絡はしてある。おうおう。相手はまあ俺の兄貴みたいな人だ。へえ、結構慕ってるんだね。幼馴染ってやつ。先生みたいな感じだよ。今はコマドリっていう児童養護施設で本当に先生をやってる。コマドリ、今は今は、うん、少し前まではん、ヤタガラスのエージェントだった。なるほど。引退したんだ。そんな人で大丈夫？ああ、ヤタガラスでも一目置かれるすごい人だったんだぞ。へえ。元エージェント、現児童養護施設の先生、うん、どんな人かちょっと気になるね。めちゃくちゃ気になる。迷惑をかけてはダメですよ、リンゴ。お姉ちゃんみたい。菓子折りでも持ってけば大丈夫でしょう。うん、用意よろしく、ビグ。自分で準備しろ。まったく仕方ありませんね。いいな。ありがとう。それじゃあ今から向かって大丈夫なのかな。うん、もう今行っていいの？アポ取ってる。いつでもどうぞってさ。へえ。よし、じゃあ児童養護施設に向かうか。アクセスマップから、養護施設コマドリに行けるようになった。新たなソウルマトリックス。ああ、なるほど。まあ多分アローのね、ソウルレベルが20超えたからってことだろうね、きっとね。じゃあちょっと休憩していきますか。ああこれね、左下だな、だいぶ。さあどんな人だろうな。兄貴って言ってたからまあ男性だろうけど。おお、なんかいい家。あ、コマドリのアイコンかわいい。コマドリ。養護施設コマドリと。もう確かにちっちゃい子がいっぱいいるね。あ、かわいい、みんな。仲良くしろよ。喧嘩しちゃダメだからな。なんかアイドルみたいな子もいるな。お前たち、もうすぐ夕食だ。お、それまで本でも読んでなさい。この人かな。鬼ごっこしたい。もう遅い時間なのに。外に出たら先生に怒られるよ。うん、中でかくれんぼにしよう。小さい子って女の子の方がちょっとなんか精神年齢年上ですよね。あー、行っちゃった。あ、なにこれ、絵本を持った少女。子供がたくさんいますね。うん、
全員家族を亡くしているのでしょうか。ああ、まあそうだよね。児童養護施設だからな。こんなの珍しくもないわ。うお、ミレディ、あの子ん、あ、目があった。ああ、馴染めてないのかもな。なあ、最近来たばっかりなのかな。ん、どうしたミレディ。子供好きだったんだな。なあ、意外だな。次行ったら殺すか。嫌だな。死因がミレディに子供好きだったって言ったことだったら嫌だな。大子は。な、大子はだよ。先生、お客さん。ん、よく見ろって。あれ、アロー兄ちゃんだぞ。ああ、慕われてるね、アロー。兄ちゃん？あの子うるさいのアローの弟？いや、そういう意味じゃない。みたいなものだ、うん、あ、俺もここで育った。なるほど。みんな元気だったか。うん。そっちの人たちは誰？お兄ちゃんのお友達？うん、お、うん、あ、お友達です。言い切った。そうだよ。うん、あ、かわいい。例のもの出して。お、ここで人気を取っておこう。菓子折り？あんまりそういうの口で言わない方がいいよ。心の中で思っとけ、リンゴ。意図していた用途とは若干違いますが、うん、お菓子です。あ、皆さんでどうぞ。うわ、いいな。なんか小さな女の子とフィグちゃんのこの組み合わせいいな。優しい。ちゃんと目線も揃えてね。わー、ありがとう。うん。お、どうした？どうした、フィグ？どういたしまして。どうした、フィグ？あまりの純粋無垢な可愛さにキュンときたか、フィグ？お菓子がたくさんだ。これ本当に食っていいの？うん、ちゃんとみんなで分け合うんだぞ。ダメだ。明日にしなさい。今日ダメなんだ。夕飯残したら先生に怒られるぞ。お兄ちゃんやってるな、アロー。ケチクソアロー。ケチクソアロー。無駄に五感がいいな。なんだと？表情が緩んでるよ、フィグ。うん。アイオンとしての自覚はどうしたのかな。表情緩んでるフィグちゃん、かわいい。これは違います、うん、そもそも、うん、私は人間の肉体と思考システムを与えられています。あ、うん、はい。これは人間と同じ反応を得るために与えられたものです、うん、長文で言い訳してる、汗かいてる。つまり人間の子供に愛着を覚えるのは、うん、そうだね、至極当然の反応です、うんうんうん、正しく私が稼働してると言えるでしょう。うん、そういうことにしとこう。言い訳がすごいね。リンゴ。ずいぶんと愉快な連中だな。お、これが兄貴？おー、かっこよ。え、身長高っ。スタイルよ。色黒、浅黒。うわ、モテそう。オールバック。ああ。ワイルドダンディじゃん。レイブン。お、どうした、ミレディ？あなたが満月の日記を解読してくれる人？私は。あれ？もしかしてミレディ過去に対峙したことあるのかな。ああ、今はいい。このレイブンと。アロー、約束通り時間は取ってあったんだが、話は夕食の後でもいいか。え、少し長くなりそうだからな。そっちのお友達についても話を聞かないといけないだろ。うん。あなたが先生？最悪の冗談だわ。あ、やっぱり人見知りじゃない。知ってる人なんだ。下手な真似はしてくれるなよ、アローのお友達。先生、お腹減った。今日の晩ご飯は何？何？あ、てか大量に多分ピザ余ってるから持ってくればよかったのに。絶対食べきれてないだろ、あのピザ。なんと、お、今日はカレーだぞ。やったー、俺の分もあるかな。ないよね。匂いでわかった。またカレーかよ。みんな、今日もカレーだって。結構カレーだって手間暇かかるんだからな。もう贅沢を言うな。楽しそうですね。ね、そうかい。あなたは戦いから退き、子供たちの力に、うん、新しい命を未来につなぐ仕事をしているのですね。そういうことだね。大げさだな。俺は夕食の準備をしてくる。アローたちはそこで待っていてくれ。あー、なんか今日はほのぼの回だな。あー、汗かいてる。そうだよな、いきなりアイオンとか言われてもわけわかんねえよな。まずアロー、お前の任務は C 計画の調査とその妨害で間違いないな。うん、そうだ。任務の途中で
C 計画は世界の滅亡を呼び込むものであると知り、それを阻止しようと動いていたアイオンに助けられる。そうだね、私たちだね。アイオンと協力し、コベナント所持者、組織に捨てられたミレディとそっちの再造を助けた。うん、まさかあの鉄仮面の懐刀とこんな形で話すことになるとはな。あー、有名なんだ。顔見知り。うん、そうだろうね。鉄仮面とは長い付き合いだった。へえ。ヤツと戦った回数も数知れず、必然彼女ともな。あの鉄仮面と何度も戦ったのに生き延びてるっていうだけで相当な実力者だってわかるね。お前たちは最後のコベナント所持者クズノハ満月の手がかりを得るため、うん、ヤタガラスの不調で書かれた日記を解読したい、うん、ここまでは理解できる。理解が早い。理解できないのはソウルハッカー。確かに。まさか死んだ人間を生き返らせることができるとは。信じられないか。すまない、そういう意味じゃないんだ。ただいや、なんでもない。リンゴ、フィグ、遅くなったが礼を言わせてくれ。可愛い弟分を助けてくれてありがとう。いやー、このレイ分もいいやつそうだな。感謝は不要です。私たちは私たちの目的のためにソウルハックを用いただけです。私たちとしては日記の解読を受けてくれたら何でもいいんだけど。うん、頼むよ。それくらいなら安いものだ。やったー。いいのか。滅びの回避は組織の方針とも反していない。うん、現場に必要なのはそれだけで、後の話は政治の範疇だろ。よかった。そんなものは上に任せればいい。日記を貸してくれ。やばいな、あと一押しで俺レイブン押すな。コメントで達也さん、押しは買えるものではなく増やしていくものですよっていう名言やったけど、レイブンもいいな、押したいな。はい、どうぞ。結論から言おう。この日記は満月の書いたコベナントの研究記録だ。なるほど、満月の手がかりじゃなかったか。レイブン、書かれている研究内容を聞かせていただけますか。まあ、でもどっちにしろ重大な内容っぽいな。 OBGM。 まずはコベナントの見分け方だ。満月の研究によるとコベナントには色があるらしい。色？色？コベナントには赤、黄、緑、青、紫の5色がある、うん、満月が紫、鉄仮面青、ミレディが黄、再造が緑、そして恩田一郎が赤だ。なるほど。赤、黄、緑、青、紫か。代々と愛はないんだね。うん、重要。代々と愛、好きな色なのかな。虹だよ、全部言えば虹の七色になるでしょ。なるほど。満月もコベナントの起源は虹だと書いている。へえ。太古、地上に権限した大いなる存在は人間と契約し空に虹をかけた。それがコベナントの起源となる伝承だ。え、じゃあコベナントってもしかしてあと2つぐらいあるのかな。契約、コベナント、虹。うん。大いなる存在は降臨したとき新たな契約、つまり新しいコベナントをもたらす。コベナントは新しい世界の断り。ファントムソサエティはそれが欲しい。新しい世界の断り。でも世界滅亡しちゃったら、また新しい世界を作るってこと。ファントムソサエティも消えない。どういうこと。どういう意味だ。うん、世界を滅ぼしたいんじゃなかったのかよ。いいぞサイゾー、もっと聞け。世界は滅ぶけど滅ばない。あ、再構築されるのよ。本当にそんなことができるの。なあ、それを裏付ける文献や神話も残ってるわ。新しい世界のために古い世界を滅ぼす、それが私たちの C 計画だった。 C 計画の全容が分かってきたね。文献や神話って、まあ確かにあやふやなもんに頼ってんだな。うん、なんかソースがネット記事くらいの信憑性が。あなたは幸せね。ん？どこまで本当なのかな。ミレディは不幸だったの？ちょっとミレディのことについて知りたいな。ミレディは不幸だったの？うん。忘れたわ。
そろそろ日記の話に戻っていいか。ああ、どうぞ。ああ、うん、お願い。契約とは人類のより良き未来への保証と同義であり、コメナントを宿した者は人類の進化の先頭に立つ権利が与えられる。ほう。アローの言っていた才能の開花はあくまで過程で、本来の目的はその結果。ちょっと分かんなくなってきた。みんなついていけてるかな。その才能が人類を次のステージに押し上げられるかが重要ってこと。うん。本田一郎の研究がそうであったよ。ああ。そうして高度に進化した社会を大いなる存在に差し出すことが、なるほど、ファントムソサエティの目的でしょうか。ほうほうほう。満月も同じ結論に至っているよ。日記はここで終わっている。へえ、やっぱりちょっと満月本人にもっと話聞きてえな。なるほどね。さてこれからどうしようか。手がかりないしな。地道に探すしかない。監視カメラの記録や満月が関わっていそうな事件の情報を集めるか。そう、また一からかな。それでは捜索範囲が広くなりすぎます。うん。何か条件を絞れるファクターが必要です。21世紀以降ヤタガラスが放棄した研究施設のリストなら提供できる。ああ、結構重要そう。地下で研究を進めていた満月なら姿をくらませた後もこの中のどこかを使っている可能性があるんじゃないか。なるほどね。十分です。私たちアイオンの本領をお見せしましょう。お、演算能力。おー、なんかやってる。あー、フィグのドアップ、かわいい。わー、足が光ってる。何をして。改ざんデータを見つけました。第14号放棄路線の監視カメラです。すっげー仕事早。復元できる？もういける？もうできています。すげーな。出します。あ、これ満月？違いない、クズの葉満月だ。かっこよ。あ、確かに左腕がないな。さすがフィグ。すごいな、これがアイオンの力。放棄された研究施設のリストにもこの施設は記載されています。うん。ならここでほぼ間違いないね。情報を提供してくれてありがとう。次の手がかりが見つかったな。いいさ。あ、満月のことが分かったら俺にも教えてくれないか。うん、うん、約束する。それじゃあ第14号放棄路線に急ごう。なるほど、そういう流れになるのね。アクセスマップから第14号放棄路線に行けるようになったと。お、クレッチシャスに依頼が追加されました。よし、じゃあこれ奥には行けないのかな。あのみんなとまだ馴染めてなかった女の子とか気になるな。じゃあバーに来ました。いらっしゃい。仲間との絆もね、どんどん見たいよね。仲間と酒を飲む。誰に声をかけようか。アローとサイゾウ。じゃあアローとはまだ飲んでなかったよね。まあさっき飲んだか。ん。な。で、いきなりこんなところに呼び出して何の用なんだ。別に何の用もないよ、ただ呼んでみただけ。帰っていいか。冷た。あー、ダメダメ、ほらせっかく美味しいお酒も頼んだんだからさ。あなたたち様なってすごく面白そうな人生を送ってるでしょ。波乱万丈って感じの。面白いか。確かにあんたらから見ればそうだろうが。でしょ。うん。だから私にとってはあなたたちが話すことって何もかも新鮮で、とっても興味深く感じるんだ。せっかくこうして会えたんだしさ、休憩ついでにでもこうやってお話ができたら嬉しいなって。いろんな情報を集めるっていうのはアイオンの使命とも矛盾しないしね。そうだな。あんたらには借りもあるからな。別に話をするくらいなら構わない。だが話をすると言われても一体何について話せばいいんだ。うーん、別に何でもいいよ。そうだね、例えばアローはビールが好きなの？ああ、ああ、そうだな。他の酒も飲まないわけじゃないが、一番よく飲むのはビールだ。それはどうして？何か理由とかあるの？
ビールが好きな理由か。そうだな、子供の頃に見た古い刑事ドラマでな、主役の刑事が事件を解決した後に仲間とビールを飲むシーンがあったんだよ子供心にそういう雰囲気に憧れてな、大人になったら絶対に真似してやるってきっかけはそれだったかな。あ、確かに結構幼少期の記憶ってなんか意識しなくても大人の時にこう影響を受けるもんですよね。それにさ、ただまあそれはあくまできっかけで、結局は安くて気軽に飲めるからだな。高い酒を飲むと肩が凝るだろ意外だね。結構庶民的なんだね。八田ガラスからもらえるお金ってそんなに少ないの？お金事情気になるな。というよりむしろ俺の性分だ。贅沢をするのがあまり得意じゃないんだよ。つまり贅沢をするほどのお金はもらっていると？そういうことかな、アロー。ん？贅沢に得意も不得意もない気がするけど。いや。人間にはあるんだよ。物を選ぶときに手間がかかっても安く済む方をつい選ぶとか。新しいものを買わずに今手元にあるものでやりくりできないかをまず考えてしまうとかさ。わかる。僕も結構ね、いやミニマリストではないですけど、なんか必要最低限あればいいなーみたいな。だからなんか靴とかを何十足とかさ、なんか買う人もちろんいるじゃないですか、趣味としてね。けどなんかまあ履ける靴が何足かあればいいなーみたいなそういう人なんですよね。ね、気にせず買えばいいのに。まあ夢がないなー。そんなじゃびっくりなれないよ、アロー。サマナーってもっとこう浮世離れしてるイメージだけどサマナーの仕事に夢なんてないさ。現実っていうのはどこまでも泥臭くて血生臭くて。アロー、アロー、アロー、アロー。いや、あー、いや、なんでもない。話がそれたな。な、でもこんな話でよかったのか。これが何かの役に立つとは思わないなが。ううん、十分だよ。おかげで少しアローのことが分かった気がする。今後ともよろしく。こんな感じでこれからもよろしく頼むよ、アロー。了解。分かったよ、リンゴ。いいね、こうやって仲間とのやっぱり絆イベントは大事ですよね。どんどんパーソナルイベントが追加されていく。あ、何これ。アロー、ミレディ、サイゾ、え、みんなと飲めるの。わー、これも見よっか。わあ、すっげえ。わあ、全員でいる。珍しい。ミレディの距離感えぐ。あと一人入れるな。そしてフィグは？フィグちゃんは？リンゴ。どうよ、リンゴちゃん。この世界にも慣れてきたかよ。楽しんでるかい？まだまだ全然慣れないよ。見るものすべてが新鮮で、とっても興味深い。ある。まるで子供ね。ははは。ま、生後何時間みたいな話だからね。実はね。街を見てて気になったことがあるんだ。何？気になったこと？あのね、うん、この街はさ、表向きはキラキラしてるけど、道行く人たちに余裕が感じられないっていうか、は貧富の格差かな。人間社会は大いなる存在とは無関係に、そもそも危うい状態にあるってこと、知識としては知ってたけどさ。そうか。うん、実際に街に出てみるとやっぱり停滞してるって印象あるな。技術も経済も文化も。停滞か。停滞ところをついてくるの。おお。停滞と停滞で、陰部ですぐにアンサーするサイズを。さてはラッパーだな、ポンポン。ごめんなさい。だけど、おっしゃる通りでって感じだ。知ってる？この街ばかりじゃないわ。ここ3、40年、世界の主要都市の景色は変わってないって言うわね。人は労働のための奴隷となり、文化は、アラセーランゾー、蘇生ランゾーされるインスタントなものが蔓延しているように見える。あるいはノスタルジーの焼き直しね。街中にあふれる大量の広告からもそれは見えてくるわ。明るい未来に向かって進む余裕なんてないんだな。暗い。話が暗い。なんか俺まで聞いてて暗くなったわ。せっかく4人で飲んでるんだから、もっとなんかさ、恋バラとかしろ、恋バラとか。アローとなんか女性遍歴とか気になるだろう。ミレディはちょっと、あ、でもその話すると鉄仮面の話になるから結局重くなるわ。おう、なんだ、もうダメじゃねえか。袋小路、逃げ場がないな。そんな停滞感の中、リンゴみたいなのが生まれてきたんだよな。なんだか象徴的な出来事ね。どんな教訓を含んでいるのかしら。
アイオンはそのあたりをどう考えてるんだ。ミラーが予測できるんだよな。あのね、人間の停滞感がどうやって打破されるのかを予測するのは私たちにも難しいね。それだけ根が深いってこと。大いなる存在による終わりなんて、荒唐無稽の方がよっぽど未来のあり方としてリアリティがあるとあるよ。笑えない冗談だな。あ、全員一分のやつが上がった。大いなる存在を信奉する人間の中には社会に鬱屈しているような人間も多いんだろうな。そうね、わかりやすいお題目だもの。人の思いの担い手という意味では、あれはあれでちゃんと信仰を集め神様として機能しているってこと。うん、俺たちにできることはないのかな。そうだな。その日暮らしのデビル様なんだぜ。何でもかんでもってわけにはいかねえよ。そうね、面倒なこと考えてないで、こんな世界いっそ捧げてしまえばいいわ。まあそれがね、ミレディたち側の意見だもんね。ファントムソサイティの。ああ、何喧嘩するな。ミレディにとってはこんな世界かもしれないけど、それでも守らなくちゃいけない。あのね、それはあなたの事情よ。こんな話をするためにわざと呼んだの。勘弁してほしいわ。ずっとミレディトゲあるだ。それじゃ、私もう行くから、お母ちゃんよろしくね。言うだけ言って帰ろうとしてる。私持ち。まあリーダーだからな。ミリーのゲートが新たに開放可能。へえ、あ、そっか、今ソウルレベルが30になったからな。そうだよな、その辺のね、アローフロアとかミレディフロアとかね、そっちあたりもやっていきたいな。やること多いぜ。ということで本日はここまでにしとこっかな。次回はね、新たに手に入れた満月の居所、また多分ダンジョンマップになると思うので、レベル上げとか、もうしつつ進んでいきたいなと思います。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方ポチ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 っと。あー、今何回言った俺。偶数だったらチャンネル登録解除されるわ。よろしくお願いします。ではバイバーイ。